今日の福岡ディープな街歩きは東区舞田市ですね。てか早速廃墟、これね、馬に出るって書いて舞田市と呼びます。舞田市、これ路地入るとすごい家がいっぱいあるね。ちょっとすっごい舞田市市場事務所、これ事務所だったんだ。へー、すっごい、これだいぶ昔の物件やね。なんかそしてね、今日このまず近所でランチを食べるんだけど、昔からある食堂で、なんか11時から開いてもう1時ぐらいには閉まっちゃう、すぐ売り切れるらしい。そんな食堂に行ってみます。うわ、すっごいな。でもこの辺なんかガッシャンガッシャンやん。昔なんか商店街だったのかな。すっごいね、廃墟や、廃墟。この近くのはずなんだけど、こっちも道があるね。そう、昼なのに夜だ。あ、もともとお店とかもあったったいね、ここ。あ、魚屋とかあったみたいだね。これかな、早い時間頑張ってきたけんね。ちょっとここでランチを食べたいと思います。ここめちゃくちゃお客さん多いし、待っとう人も中にいっぱいおる。とにかくね、豚チリね、肉が柔らかくてさ、めっちゃ美味しかった。あ、だけんここは昔ね、商店街やったってことやね。他は全部どいて、あの若松食堂だけが残っとうってわけやね。で、ここがどこかっていうと、ちょっと一旦出ると、これ東区の九大病院。ちょうどね、東口の薬局の横の道を入ったところ。これ多分ね、看板とかね、あ、看板は一応ね、これでもほんとね、2時間でね閉まる、すぐ売り切れる。さあ、ディープな舞田市行ってみましょうかね。今日はね、昔動物園があった場所、実は舞田市小学校、昔動物園だったんだって。そして、路面電車がね通ってた地区もちょっと探してみたいと思います。
山市の小学校なんですけど、これ実は昔動物園だったんですって。これさ、横にも書いてある。昭和8年に開園、そして昭和19年には閉園してますね。そして今の、南公園にある動物園はね、昭和28年にできたんだって。すごいね、これ当時のままだよね。あ、これ書いてあるじゃん、登録文化財ね。かわいいね、ゾウさん。はい、これ当時の写真ですね。今と同じゾウさんがね、ちゃんと残ってますね。当時はね、すごい人でね、賑わったらしいんですが、11年間で閉園となってしまいました。そして南公園のね、動物園になったわけですね。これね、左側に浮見堂があるんですが、この浮見堂、今実は再利用されて福岡のあるところにあるんです。それがこちら、なんと大濠公園にあるんですね。ちゃんと再利用されているわけですね。はい、大濠公園で現在再利用されて使われてるんですね。すごいね、へーだね、へー。てかさ、また雨降ってきたし、もういつもいつも雨や。傘買った。こうやって傘が増えていくっちゃね。折りたたみを持っとかないかんね。はい、そしてここが前田市中央商店街ね。私ね、結構ね、市場とかね、アーケードもね、好きでね、必ずね、いろんな地区に行ったら回ってます。なんかレトロやね。安いっちゃけど、380円だっけ。てかお店もうそげんやっとらんちゃね。終わりや、ここまでやね。終わっちゃった。短いね。っていうかもう開いとらんもんね。ここのラーメン屋福龍軒って博多ラーメン発祥の地らしいよ。結構歴史があるラーメン屋なんだって。でもね、今日さっき豚チリ食べたけんもう入らん、やめとこ。この道ってアインシュタインも通った道らしい。はい、ここの前田市ね、1979年に廃止になった市電の痕跡がまだ残ってますね。79年か、私も9歳の頃か。ここですよ、ちょうどね、西鉄バスの前田市通りというところ、これ石畳にね、なってますね。これ、後ですよ、停留所。ここの道はね、路線バスを除く、これ入れないんですね、バスだけしか。まあ、ここは昔、市電が走ってたんで、まあ、その名残でもあるんでしょうね。なんか2つ道があって、面白いね、ここ。なんか、昔の痕跡は残っとらんかな。私も市電とか乗ったことないもんな。結構広い範囲でね、手取ったみたいね。この杭とかそうやんね。ほら、これマークが入っとるよ、なんかマークが。オタッキーズはね、こういうの来た見たら燃えるんでしょうね。ここね、ずっと続いとるね。
なんかここ塀古いね、ここ。これでも家やんな、家やんね、ここだけなんか壁がちょっと不自然だわ。なんかあったとかやな、これ昔の。なんか中に古い家がある、蔵みたいな。そっちの方が気になるんですけど。あ、なんかこんなも当時のものじゃないの。あ、ほらこういうのとか、多分これなんかクイックかなんかあったっちゃろうね。あそこにほら蔵があるっちゃん。蔵、あっちの方が気になる。また素晴らしい物件ですね。これも相当古いね。うわ、素敵この景色。